株式会社銀層は大阪府大阪市中央区の震災橋筋商店街に本店を置く洋菓子店。カステラを中心にクッキーやプリンも製造している。文明堂からののれんわけにより設立された。昭和20年代までカステラは日持ちが短く高級品であったため一般の人は、 なかなか口にすることができなかったが、銀装が紙の缶詰というカステラを密封包装して熱殺菌する包装技術を発明した。これにより、賞味期限が飛躍的に伸び、コストを抑えることに成功し、カステラは庶民の食べ物に近づいたと言われている。また、カステラ業界にて初のスライスパック化に成功。それまで一塊で売られていたカステラをスライスして、 販売することにより、より手軽なお菓子として普及することに成功した。カステラは、プレーン、黒糖、抹茶の他に、四季の味わい、季節のカステラがそれぞれ季節限定で販売されている。コーポレートカラーはグリーンで、個性的な紙バッグは、近畿地方では広く、一般に受け入れられている。社名の由来は金でなく、銀であることで常に上を目指していこうという創業者の思いから。 食べやすいよう、個別に放送してある。ありがとうございます。